おはようございます。2013年3月13日水曜日、6時5分になりました。おはようございます。13日水曜日ですね。1週間の真ん中で。もう昨日はなんかポカポカ陽気というか、もうね、暑いかなっていうぐらいの感じになりつつありましたけども、まあね、そんなに夜もめちゃくちゃ冷え込むっていうことではなかった。朝はね結構寒かったんですけど、今朝はそんなにね寒くもなく、まあだんだんこう、暖かい方向に向かってるのかなという感じですね。でそれとどうもなんか桜も、平年よりも少し早めに咲いていくような話もあって、なんともまた一気にこれで暑くなってしまうのかなと、なんかね、そんな気が、ここのとこ本当にその春とか秋がね なくて、いきなりこう夏、いきなり冬みたいな、そんな、気候の変化なんですけども、さて、今日はですね、 T メディアニュースから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら、モジラ iOS 版 Firefox の予定はないということで、これはねどういうことかというと、モジラ Firefox ですね、Firefox はまあかなりもう今、ブラウザーの世界ではシェア争いをやってる、かなり、今って、マイクロソフトの IE とそれからあと、Google の Chrome ですね。でそれとこの Mozilla Firefox あたりのこの三つどもえになっているところが多くて、で、まあ、あとは、MacOS の Safari なんかもこう上がってきてる、 Mac の、 あの Safari ですねなんかもこう追い上げてきてはいるんですけど、とはいえやっぱり IE、Chrome、Firefox あたりがすごくブラウザのシェア争いはやってるわけですよね。でその中でこのモジラがですね、iOS 向け、いわゆるあの iPhone、iPad 向けの Firefox を開発する予定はないということを発表しました。で、これはどういうことかというとですね、Firefox、iOS ですね、iPhone、iPad に関してはですね、開発するそのアプリケーションの上ではですね、UI Web View っていう、その要はあのユーザーインターフェースをですね、その限定してるわけですね。そこの中にこうそれに合致したインターフェースで作りなさいよということでなってて、でそうするとその自由度がどうしても狭められるということで、Firefox としてはそんなあの制限の中でやるとですね、いいものが作れないと。まあ、結局そういうことをやり始めるとですね、 iOS 版と例えば iPad を iPhone で使うのとですね、 Android 端末で使うのと、でそれから Windows とかデスクトップというかパソコンですね、従来のパソコンで使うのとそれぞれインターフェースが変わっていってしまう可能性もあって、でそれじゃあ果たしていいのっていうことなんですよね。でその辺でもう、このモジラを Firefox を開発しているモジラではもうこれはちょっとやってられんというような話になっているようです。でまあこういうところは本当に非常に難しいところで、Apple のそのやり方としてやはりそのユーザーのその操作性とかユーザーの見た目みたいなもの、まあ、いわゆるあのユーザー体験って言ってますけど、エクスペリエンスとかね、UX とか最近言い方してますけども、そこを重視していくっていう姿勢はいいんですけども、ただあまりそれが強すぎるとそれに乗せられ乗っかるそのアプリケーションにまでいろんな制限をかけていくわけですね。で広告とかあとそのアップストアなんかでもその
いろんな制限があって、これは気に入らん、気に入るみたいなところがあってですね、そういうなんでいろんな制限がかけられたりしてますよね。まあ、そうするとそれが今度逆に手枷足枷になっていって、サードパーティー側としてはいろんな制限ができていって、じゃあそんなガッチガチにいろんな制限かけられるんだったらもうやめっていう方向に向かう可能性はありますよね。で、特に今回この Firefox がもう開発はしないと言い切ったっていうのはかなり大きいんじゃないかなと。で、まあ、それによってやっぱりその影響の出てくる、特にその Firefox なんていうのはブラウザそのものっていうよりもそれにプラグインとしていろんなものが動いているので、でそれの影響っていうのは結構大きいんじゃないかなという気がします。まあ、このあたり、これがそのブラウザーのシェア争いだとか、あるいはその iOS の今後の開発体制ですねとかにどう影響してくるのかっていうのは、ちょっと注意深く見なきゃいけないかなと。こういうことがあるとひょっとしたら他のサードパーティーも同じような動き、もう iOS 用にはちょっとやってられんかなみたいな形になるところも出てくるかもしれませんし、このあたりは Firefox がそういうことをもう iOS 用はやめっていうのは言い出したっていうのは結構大きな影響が出てくるんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで、12分になりました。今日は水曜日ですね。で、まあ暖かく、日中は暖かいんですけども、寒暖の差やっぱ激しいので、その辺はお気をつけて。そして今日は午後とか夜とかかな、雨になりそうな感じなので、またその辺の、傘とかも、忘れずにということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。